はい、新宿西口店、プロスタークの藤本です。今回私が試乗したのは小笠TCSA、昨年よりフルサンドイッチ構造に変更になっており、今年はメタルの厚みが少し、変更になっていて、去年よりもしなやかな印象を受けました。小笠のイメージですと回転性や、操作性はもともと定評ありますが、この TC シリーズに関しては、グリップ感やターンマキシマムからの抜けの良さというのが非常に感じられます。そして近年、基礎の大会なんかでは、ショートのスキーで、フリー演技というものが、ありますが、ロング、ミドル、ショート、1台で、ターン弧の調整が非常にやりやすいのも特徴となっております。一般の方ですと、エキスパートの、スキーヤーの、検定に、非常におすすめの1台となっております。